バーご紹介いただきました。日本共産党東京12区野党と市民の共同の候補、私池内沙織です。赤羽にこんなにも多くの皆さんお越しいただき、さまざまな路上と現場で出会った方々もお顔が見えます。そして日頃よりお世話になっている企画の皆さん、12区の皆さん、皆さんのこの真っ白なお顔に私は何よりも今勇気をもらってます。みんなの声で政治を変える、市民と野党の共同でここ東京中2区から必ず風穴を、私池内沙織この選挙戦まっすぐに頑張り抜きます。小選挙区では池内沙織、比例は日本共産党、どうか大きく伸ばしてください。心からお願い申し上げます。安倍政権の5年間強行された悪法を数知れず、2013年国民の目、耳、口を塞ぐ秘密保護法強行、2015年憲法9条の下では集団的自衛権は使えない、この政府見解180度転換し安保法制戦争法が強行されました。そして今年6月共謀罪、原発再稼働にひた走り沖縄米軍基地の強行まで押し付けて、果てはカジノの解禁まで、もう我慢の限界です。悪法が強行されるその度に私は心に怒りを燃やしてきました。そして地元の皆さんの声を力に安倍政権と対決してきました。特定整備路線、この北区の町、東京の町を切り刻む巨大道路計画、70年も前の計画を突然引っ張り出してきて、70年後を生きている住民を追い出しながら強行する十条銀座商店街、太田道館ゆかりの上昇寺、この町らしさを壊しながらコンクリートで敷き詰めようっていうんですから、とんでもない住民を追い出し町壊しそのもの、国土交通大臣にもその計画の中止を求めてまいりました。相次ぐ保育事故、小さな命がうつ伏せ寝で失われてしまった、経済大国であるはずのこの国日本でどうして小さな命守れないんでしょうか。何度も何度も繰り返される、子供たちが育つことにあまりにもお金をかけてない、どの子も安心して保育士の皆さんの専門性を正当に評価して、どの子も等しく育つことができる国にご一緒に変えていきましょう。国会で初めてとなる LGBT 性的マイノリティの皆さんの人権の問題取り上げて国政の課題にも押し上げてきました。ヘイトスピーチを許さない、この立場で行動し、魂の殺人と言われる性暴力、この深刻な被害をなくしていきたい論戦にも立ってまいりました。誰もがたった一度のかけがえのない今を生きている、この事実に誠実に向き合う政治を作りたい。私は誰もが尊厳を持って生きられる国にこの国を変えていきたい、政治に正義と信頼を取り戻していきたいと決意しています。一体誰のための政治か、今多くの皆さんの暮らしどうでしょう。働いても実質賃金は下がり続けて、安倍政権のもと働く皆さんの実質賃金なんとお一人当たり10万円のマイナス、家計消費は1世帯当たり22万円のマイナスです。働いても働いても豊かにならない、減らされ続ける年金、高すぎる大学の学費、安倍政権の政治のもと、この政治の貧しさが皆さんの人生の重しとなって襲いかかっている。確かにアベノミクスで大儲けした人もいる、一部大企業と富裕層です。私は今こそこの格差を正し、安
ている、その願いを人質に消費税 10% まで押し付けようとする魂胆。今やるべきは格差を正すこと。大企業富裕層に応分の負担を、この声を日本中、希釈中、中陸中に広めていて、皆さんご一緒に暮らしに安心、8時間働けば普通に暮らせる、そして明日に希望を持って生きていける、働くために生きてるんじゃない、土日を謳歌して大事な人との時間も過ごして人間らしく生きていくために、皆さんの人間らしさを奪うどんなものにも頭を下げないで一緒に政治を変えましょう。私たちが私たちらしくあるために政治を私たちに取り戻す。格差貧困にさよならを、安倍政権も終わらせて、市民と野党の力で私たちは前に進んでいきましょう。今度の総選挙は安倍政権が狙う憲法9条改悪とガチンコ対決となってきた。自民党も日本維新の会も、そして希望の党も3つまとめて憲法改正を公約に掲げています。そして安倍首相は言います。憲法9条に新しく3項を作って自衛隊という言葉を書き込もう。書き込むだけだからいいでしょ、現状何も変わらない。安倍さんはこう言います。でも本当にそうでしょうか。書き込むだけで変わらない、だったら書かなければいいんじゃないでしょうか。安倍首相は真実を決して言ってない。だから私が言います。憲法9条3項を作り自衛隊書き込めば、安保法制戦争法を追認することになり、海外での無制限の武力行使へと道を開く。明治とともに日本を戦争する国へと変えてしまう。ここにこそ安倍政権の本当の狙いがある。安倍首相、いつまで国民を騙すのか。私は政治家の嘘を許さない。誠実に国民に向き合うべきです。見苦しい国政の私物化、暴走政治、果ては9条まで変えていく、消費税まで押し付ける、どこまで厚かましい政権でしょう。もう1分の延命もいらない。私たちの行く手を阻む政治の貧しさ、みんなの手で切り替えて、野党と市民の共同で、あなたにとって私にとってみんなの居場所になる、そんな国に日本を変えていこう、いきましょう。私、寺内沙織、中肉の皆さん、皆さんと心一つに頑張り抜く。最後に北朝鮮の問題、ミサイル発射核実験、言語道断、私も怒り心頭です。でもだからといってこの怒りの感情を軍事的対応や恫喝で表現していては、事態は緊張感増すばかり。今必要なのは経済制裁に並んで対話の努力です。ドイツのメルケルさん、フランスマクロンさん、韓国のムンジェインさん、みんな分かってる、みんな気づいてる。今必要なのは対話の努力。ところが日本国首相安倍晋三さん、ただ一人、今は対話の時じゃない、対話は無駄もね、こんなこと言いながら異常な姿勢です。偶発的な衝突を戦争につながりかねない、この偶発が戦争につながりかねない危険がある。安倍政権の姿勢こそあなたの人生を危機にさらしている。私は心から訴えます。紛争を決して戦争にしない、対話は決して敗北ではない、ただの一滴の血も流さずにこの危機を乗り越える、それこそ最も責任ある政党政治家の取るべき姿勢ではないでしょうか。核兵器禁止条約に参加する新しい政治を、皆さんどうか安倍政権を終わらせて、今自民公明が安定化するなんてマスメディアの報道、諦めさせてる、みんなから諦めを誘ってる。まだまだ選挙はわからない、始まったばっかりですよ、まだ5日しか経ってない、投票箱が閉まるまで選挙の勝敗はわからない、最後まで頑張った者が勝つ。どうか最後の最後まで東京中
に行く池内沙織、この大接戦を勝ち上がらせてください。比例代表日本共産党、野党共闘の要となって必ず誠実に力を発揮します。皆さんのご支持のは小選挙区池内沙織、比例は日本共産党、重ねて心からお願い申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。本当に今日はありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。衆議院東京12区、池内沙織候補が皆様に心を込めてお伝えさせていただきました。この後、池内沙織候補は赤羽駅東口、そしてラハガーデンの方に向かいまして、皆様に正式お伺いさせていただくことになっております。今日は本当に多くの皆様にお伺いいただきまして、またたくさんの皆様方にお忙しいところ足をお止めいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。バスの皆さん、タクシーの皆様、今日も長時間にわたりましたのでご協力本当にありがとうございます。ただいま池内沙織候補が皆様にご挨拶をさせていただいております。握手させていただいております。池内沙織です。どうぞ皆さんのお力でこの東京12区、何としても池内沙織を国会へと押し上げていただけますように、ぜひとも広げてください。よろしくお願いいたします。そして今日はこの場所にみんなで選挙、東京さんと握手してくれて。